ロピアで野菜を少しだけ買って帰宅。人参をおろしていく。酢、塩、オリーブオイル、おろしニンニク、レモン汁、黒胡椒、醤油を入れ混ぜる。イメージしたのが松の家の人参ドレッシング。再現できないかと思い挑戦しました。味見をしたところ、まあ雰囲気は出せました。キャベツを千切りにしていく。こちらの100均スライサーを使う。ピーマンを細く切る。玉ねぎは薄切り。ウインナーを斜めに切る。ニンニクをみじん切り。パスタを茹でていく。今日はがっつり食いたいので2束。フライパンにオリーブオイルを敷き、ニンニクを入れ炒める。ウインナー、玉ねぎ、ピーマン、ケチャップ、ウスターソース、パスタを投入。出来上がったパスタを皿に移し、業スーのエビフライ、チキンカツを揚げていく。大盛りナポリタン、チーズ目玉焼き、エビフライ、チキンカツ、自家製の人参ドレッシングをかけた千切りキャベツ。いただきます。